厄介捨てた。はい、中西かなです。神田木まのです。はい、今日は中西ハウス、家に、はい、私の家に本物の中西ハウスに初めて人前で出たかもしれない。嘘、本当にやったー。来訪者、来訪者。今日はですね、これでいいですか。うん、辛いトランプ100均で買いました。裏に、うん、人から言われて傷ついた一言を急に帰宅してからの、うん、行動発表とかというのを引いていきたいと思います。うちらはですね、またまたスマイルイズダンジルムっていうグループで一緒に活動していた大先輩です。そう、はい、大後輩です。さっきも言った。中西ハウス。子供の頃の勘違い。子供の頃の何？ちょっとこれ言えない話っていいですか。うん。もうやめてよ。はい、子供の頃の勘違いか。あ、でも私は自分のことを勘違いしてました。親がすごい甘くて、いろいろ物を買い与えてくれて、うん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 、自分はお姫様と勘違いしておりました。え、マロは、あ、でも子供の頃それこそそのお姫様みたいな感じだけど、うん、ハロプロに入るまでは本当に世界一自分が可愛いと思っちゃってて、ハロプロに入ってなんかこう自分はさ、ダメだって言われる部分とか増えてくるじゃん。うん、身の程を知った。え、私も同じです、ね、こっちに来て、東京に来てから、もう自分で最悪だなって思いました。気づくよね。次、じゃん。お、告白したい？されたい？されたい、されたい。え、告白できないです。絶対無理。できるけど、え、できますか？どうやって言いますか？じゃあ、私が好きな人だったら好きっていう。かわいい、好き。俺もってなる。あれも、でも絶対これされたいよね、女の人は。されたい。自分からはやっぱ言いづらいから、ちょっと気づいてもらって、好きって言われたいですね。されるに越したことはない。はい、してください。最近腹が立った話。マロって怒ることあります？マロってマジで怒んない人だと思ってて、怒んなくないですか？何しても怒んない。怒んない。おい、腹が立つことないの？諦めちゃう。うん、同じです。怒ることはない。最近怒ったことない。マロ、え、マロ怒ったこと見たことない。え、ムカつくって言って終わっちゃう。終わりますよね。意外にさっぱりしてる。左隣の人に何か一言言ったらいい。私、うん、あ、そうですね。じゃあ最近の活動についてどう思われますか？最近はもうのびのびやってるので楽しいです。インタビュアーの中西でした。ありがとうございます。はい、今まで隠してきたこと。おー、隠してきたことか。何ある？一回勝手に大阪に帰ったことあります、一人で。あ、そう、一人で勝手に新幹線乗って帰っちゃって、お母さんに会いたすぎて勝手に帰っちゃったら、うん、あのわっさびのマネージャーさんが急遽迎えに来てくれた。うん、迎えに来てくれたんだ。そうそうそう、初めて知った。帰っちゃった。あの、大阪でみんなでアンジュルムで泊まった時にホテル抜け出して大阪の友達とご飯食べに行った。知らなかったですよ。マジで気づかなかった。帰宅してからの行動発表。今帰りました、家に。うん、何しますか？手洗って、猫と戯れる。あー、いいですね。あ、ちょっとこれは。あ、それはちょっと。今まで付き合った人数。私、幼稚園の頃、うん、付き合ってた人がいて、うん、まさきくんと付き合ってはないのか分かんない。幼稚園の頃に、めっちゃ好き好き同士で、うん、私が彼氏にしてあげてたことは、お弁当を一番初めに食べた人からおもちゃ選べるんですよ。うんうん、私めっちゃ食べるの早かったから、その人のためにめっちゃ早く食べて、かわいい、先におもちゃ取って、はい、まさきくん。やばい、かわいい、そんな子。私150人です。私は6000。負けた。6000、6000。150人です。そうそう、一人です。まさきくんだけ。中西ハウス。これ回ってるかな、あ、取れてるかな。うん、まだちょっと一人で引いててください。はい、私お手洗いできます。え、焼き餅を焼いた、お別れた話。聞きたい、聞きたい。え、私は一人で喋ってんじゃん、これ。いいですよ。自分が仲いい友達とかが、さらに仲いい友達と仲良くしたりしてると、ちょっと焼き餅を焼いてしまいますかね。私はでもめっちゃ焼き餅焼きかもしれないです。あ、カナナが焼き餅焼きってことですね。私でも焼かれたい。え、焼かれたいですか？うん。かわいいじゃん。やだ。嫌じゃないよ。かわいいか焼かれたい。嫌ですか？嫌ですよ。夏にしたいデート。イェーイ。あ、夏にしたいデート。私は、男の人と水着でデートしたことないかも。ってなったら、夏は海とかに行ってみたいですね。はい、どうでしょうか？はい、私は、何？Happy birthday to you! Happy birthday to you!
you! Happy birthday, dear Maro! Happy birthday to you! マロ、ね、超かわいい。見えるかな？かわいい。まだある。何してんだろうと思ってた、急に。ね、かわいい、このケーキめっちゃ。あ、いい匂い。あー！マロだからマロンも。かわいい！ね、モンブラン。あ、嬉しい。写真撮る。え、撮りたい。これも撮りたい。嬉しい。よく覚えててくれたね。もちろん。はい、チーズ。おめでとうございます。ありがとうございます。いただきまーす。お皿いります？うん、筒いらないですか？いいですよ。あ、おいしい。超美味しくない？何歳ですか？なんか同い年って。26歳あっちゃう。26歳か。やばくない？私のマロは18歳で止まってる。高校2年生の。そう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 。ですよね、うん。でもなんか本当にマロとは永遠の仲だなと思います。うん、なんか。うちらよくゲームしたりとか、LINE したりとかするんじゃないですか、うんうん。本当に変わんなくないですか？なんか。変わんない。だからいつまで経っても、めっちゃ年老いて、例えば自分たちが結婚して子供できたらしても。中西ハウス。一番楽しかったことなんですか？ロックのライブかな。あー、武道館のライブマジで楽しかった。そう、なんかライブするのも、うん、ちゃんとね、ワンマンとライブするのは、そっちこんぶりだったの。そっか。だからやっぱライブって楽しいなって思った。うん、25歳で迎えるとは思ってなかった。アイドルって、25歳までとか、っていう言われてるじゃないですか。うんうん、あれ見て、全然そんなことなくて、年じゃないんだなって、普通に思いました。だから25歳定年説みたいな。うん。言われるじゃん。うん。またまあ、このぐらいの年齢でさ、一旦考えるだけで、うん。続けれるよね。思いました。はい。普通に見てて、歌がめっちゃうまいし、なんか動きがめっちゃ可愛くて、やった。可愛いって思って見てました。ありがとうございます。はい。